こんにちは、りょうです。今私は岡山県岡山市に来ています。今こちら私がいるのは岡山県岡山市の夜の街です。今日は激辛チャレンジしていきたいなと思うんですけど、コメントでもたくさん依頼をいただいたお店に行きたいと思います。ちょっと今から早速お店に向かっていきたいと思います。やるぞ。今私はもう本当に岡山駅の周辺、もう本当に繁華街岡山の賑わってる場所に来ているんですけど、今もう22時半過ぎてるんですけど、結構人通りも多いです。あ、見えました。今日激辛チャレンジしていくお店はこちらになります。つるっとかみさんです。私は数ヶ月前に一度つるっとかみさんをお邪魔させていただいて、こちらにある25からいただいたんですけど、もうちょっと上行けそうだなということで、今日私はちょっと心配なんですけど50からにチャレンジしてみたいなと思います。ということで本日で2度目のつるっとかみさんでのチャレンジになるんですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。やるぞ。来ました。50から
前回食べた25からと比べると唐辛子の辛みと苦みが増しました。スミックスです。美味しいですか？辛いですか？辛いですよ。辛いけど、まだいけるかも。辛い。辛いです。私15からだと。15ですよ。今回15です。辛いですよね。美味しい。食べ進めるとやばい。食べ進めると痛い。だってもう汁じゃないですよ。唐辛子か。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。麺はほぼ完食。ということで、今日はつるっと亀さんでのチャレンジ、2度目のチャレンジとなりました。1回目のチャレンジでは25辛をいただいて、25辛を食べたらそれよりさらに上の辛さを注文できるみたいなので、今日は予約して25辛よりもっとさらに上の50辛をいただきました。25辛から50辛になるとやっぱ入れる唐辛子の量だったり種類も変わるみたいで、
かなり辛かったです。本当に涙目になりながら食べたんですけど、もうあのスープがサラサラのスープから、まあ、唐辛子の量も増えたりとかもしてるので結構ドロッとしたスープになってたんですけど、めちゃめちゃ痛かったです。ただあのニンニクとかまあ、ニラとかも入ってて、それ入れるかどうかはお店の方が聞いてくださるんですけど、私は今回ニンニクもニラとかも入れてもうめちゃくちゃ美味しいんです。辛くて美味しいというのがつるっとかめさん、ぜひ皆さんも食べていただきたいなと思います。ということで今日食べた、辛麺こんにゃく麺でいただいた50辛のバルスを発表していきたいと思います。サンバルス。麺を完食するのは意外とツルツルといけたんですけど、そこからですね戦いは、ドロッとしたスープと、あと持ってあるこれぐらいの唐辛子スープとか、それがかなりダメージきました。本当に岡山駅からも全然遠くなくて、すぐ徒歩でも行ける距離にあるので、岡山に遊びに来られた際はぜひ来てみてください。そしてツルッとかめさんの営業時間は22時から朝の5時までということで、夜遅い時間でも辛い辛めいただけるので、ぜひ辛いもの好きな方、辛さゼロも選べるので辛いのが苦手な方でも楽しめると思います。辛め以外にも他にもいろいろとメニューもあるので、ぜひ気になる方は一度足を運んでみてください。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。岡山の街本当に皆さん温かい方ばかりです。私が撮影を始める時とか、あと私がお店に入った時に隣に座られてた方だったりとか、私がこう撮影したりしてても頑張ってくださいとか応援してますとか、チャンネル登録してくださった方もいて本当にありがとうございます。私もこれからも皆さんの期待に応えていけるよう頑張っていきたいと思います。まだまだ未熟者で、まだまだダメダメなところばかりですが、これからもチャレンジいろいろと頑張っていきたいと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。やっぱ岡山の街の皆さん温かいですね。私が撮影してると車の中からパズーですか聞いてくださって、なかなかパズーって気づいてくださる方も少ないので、すごく嬉しかったです。パズーって気づいてくださってめちゃくちゃ嬉しかったです。そろそろ夏休みだったりお盆休みだったりですよね。ぜひ県外の方岡山に来てみてください。岡山本当にいい場所で、天気もいいし、果物も美味しいし、あと辛いもの好きな方はコメントで最近よくいただくんですけど、岡山って激辛のお店多いですねっていう声をいただくんですけど、私も YouTube を始めていろいろとこう結構探してるから見つかるっていうのもあるんですけど、激辛のメニューがあるお店もたくさんあって、で食べ物も美味しいです。果物も美味しいです。海鮮も美味しいです。もう本当に魅力的な街、魅力的な県なので、ぜひ行ってみたいなってちょっとでも思った方はぜひ来てみてください。